関係データベース、関係データベース、関係データベース、リレーショナルデータベース、A、リレーショナルデータベースは関係モデル、リレーショナルデータモデル、口実に基づいて、設計、開発されるデータベースである。関係データベースを管理するデータベース管理システムを、関係データベース管理システムと呼ぶ。オラクルデータベース、Microsoft SQL Server、マスコール、 コストグレスコール d b に、ファイルメーカー H2 データベースなどが RDBMS である。関係モデルは IBM の江戸コットによって考案された現在最も広く用いられているデータモデルである。データベースの利用者はクエリ、問いかけをデータベースに与えデータを検索したり変更することができる。データは表に似た構造で管理されるが関係と呼ぶ概念で モデル化される。関係は組み、タプル、表における行に相当する、属性、アトリビュート、表における列に相当する、定義域、ドメイン、候補キー、主キー、外部キーなどによって構成される。SQL などに代表されるデータベース言語、問い合わせ言語を用いて、関係に対して、制限、遮影、結合、和、差、交わりなどの関係台数演算。 集合演算を含むないし関係論理演算を行うことで結果を取り出す。関係を複数持つことも可能で、互いを還元させることも可能である。例えばある食品を扱う架空の通信販売会社における顧客管理データベースでは、顧客リストと物品販売リストは別々のデータ群であるが、顧客管理番号や顧客名などで連結して、情報を抽出すことが可能である。 これを図表で表すと、以下の通りになる。例えばこの二つのデータ群を顧客番号で関連付け、顧客番号の代わりに、顧客指名のデータを要求すると、以下のような表になる。通販会社では、これを見て、顧客がどういうものを好むか判断して、新商品の案内を送ったらいいかが把握できる。また販売日を050116、2005年1月16日。 で、限定して、顧客番号で関連付け、商品と送り先、顧客住所のデータを要求すると、以下の通り、通販会社はこれを見て、箱に注文された商品を入れ、宅配便の送り状に宛先を記入して、商品発送を行うことができる。このように、目的に合わせて、データを連結させ、求める票を得ることができるのが関係データベースの最大の特徴である。 なおデータを連結する際の目安となる項をキーと呼ぶが、このキーはすべてのデータに一貫して1位である必要がある。この例では顧客番号がキーであるが、同じ顧客番号で複数の会員が登録されているとデータの抽出に異常が発生する。実際はそのような不適切な重複キーを登録する時点でクエリエラーとして返信されてくる。この様式は、 相互のデータベースが別々に存在していることで、各々のデータベース内容の変更に対応させやすく、また相互連結をクエリによって行うことで、蓄次的に部分的な登録内容の変更がなされても、随時最新の情報を利用できる点で優れている。上記の例で例えるなら、顧客番号0001の間氏が引っ越しをして、住所が変わった際に、顧客データベースだけを変更して、 再びおののの同じクエリ問いかけをデータベースに送信すれば、住所変更後のデータに更新されたものが返信されてくることとなる。なお、上記の例では、説明の便宜上で顧客データベースと販売データベースという二つのテーブル上に述べたリスト上のデータ群に分けたが、実際にこのような業務を行うデータベースでは、さらに商品リストのテーブルが別に設けられ、 この商品データベースでは、各々の商品低下などの情報が管理される。もっと言えば、商品データベースも様々な要素で、いくつものテーブルに分解されるだろうなど、いくつものテーブルが複雑に連携し合って利用者に、データを提供するよう設計される。これは、テーブル上のデータが重複する、冗長性を避け、よりデータを管理しやすくするためである。これらもやはりキーによって、 相互連結されて利用される。一度きちんと設計されたデータベースでは、複数のクエリも、あらかじめ定型文、定型クエリの形で用意され、利用者は何も考えずに用意された定型のクエリを投げかけることで、随時最新のデータを元にした表を見ることができる。これが実際の業務に利用されるアプリケーションソフトウェアの形ともなると、 グラフィカルユーザーインターフェースなどの操作画面を持ち、利用者は画面上のボタンをクリックすること、プログラム内部でクエリ文が組み合わせによって生成され、データベースに投げかけられ、戻ってきたデータをアプリケーション側で処理し、適切な画面上に表示されたり、表計算ソフトで開くためのファイル形式で答えが出力、提供されたりすることとなるため、最終的な利用者側では、 クエリや関係等は全くと言ってよいほどに意識されていないこと多い。5おさむき